はい、こんばんは。今日は、4月24日の、0時29分です、なんか最近この日経平均とニューヨークダウが少し回復してきたんですけど、まだその下降トレンド、移動平均線がやっとちょっと短いのが上向いてきて、長期がまだちょっと下降かなって感じなんですけど、ドル円がなのにドル円がこうすごい上がってきて、なんかちょっと気持ち悪い感じですよね。よくなんかこう景気の回復期はドル円が上昇して株価が上昇するみたいなことをよくそのなんかテキスト的に言うんですけど、いやもう詳しくは知らないですけど、なんかよくテキスト的に言うじゃないですか。なんだけど、なんかこっから日経とかニューヨークダウン上がるのかなってちょっと不安感がありますよね。いわゆるドル円が先にちょっと先行しすぎて、なんかニューヨークダウンとか全然上がってないじゃんっていう感じで、なんかちょっと高値をこういわゆる掴まされるような感じになるかもしれないんで、ちょっとその警戒感があるんですよね。いわゆるこの調子で、ドル円買いについていくとそのいわゆる、セルインメイで5月頃からドカーンって売られた時に、あのヘッジファンとかに売られた時に、こうあのなんだろう、すごいやばいことになりそうな雰囲気もするんですよね。でなんか買いについて行きたくない、そういう僕は雰囲気なんですよね。でまあそれは僕のまあ個人の意見なんで、まあ、みんながどう思うかとかはまあ別なんですけど、なんかまだこの上昇トレンドについて行きにくいっていう、なんかこう気持ちになってますね。